どうも、若松明史です。先日公開した動画、ボストン包囲戦の、ボストン市と向かい側のチャールズタウン半島との位置関係が分かりづらいと思ったので、もっと広い範囲の地図で補足説明をします。地図下側のボストン市は陸系島の上にありまして、そのすぐ北側にはチャールズタウン半島が伸びています。植民地軍がチャールズタウン半島に砦を作ったことに気づいたボストン市のイギリス軍は、ボストン市の砲台や軍艦から砲撃します。これはチャールズタウンを炎上させましたが、肝心の砦には届きませんでした。ということで補足説明を終わります。本編の動画も見てください。もしよろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。